はい。ダイワピュアラブです。NPO 法人、認定 NPO 法人、国際 NGO は CIA の工作員、工作機関という意味なのです。N はナンバー、PO は CIA エージェントのコードネームということを意味しております。 こちらは CIA が公開している CIA のエージェントや CIA の工作機関になります。えー、左をね、見てもらえればわかるんですが CIA のエージェントや工作機関には PO で始まるエージェントコードがついてるんですね。うんえー、つまりね、PO というのはね CIA の 参加機関だよ、ということになるんですね。うん、で、えー、認定 NPO の方がね、より CIA に近い距離にあるよ、と、そういう認定だということなんですね。例えば、えー、ピースワンコ、フローレンス、コラボ、ボンドプロジェクト、ライトハウスなどがそうですね。えー、コラボはね、 一般社団法人で、ライトハウスは NGO なんですが、まあこれらもね、CIA の工作機関ということになります。えー、他にも各種ジェンダー団体、フェミニスト団体、政治系団体、人権派団体、同和団体、国際 NGO なども同じく CIA の工作機関になります。CIA、 イルミナティがある世論誘導、洗脳、ロビーイングをしようとすると、まず参加の NHK や TBS、日本テレビなど、マスメディアに CIA の工作機関の NPO の活動を取り上げさせます。それにより見ている視聴者は、まんまと洗脳されていくと、 いうことになるのです。さらに、その NPO に寄付を募ることで、集まったお金が CIA、イルミナティに流れていくということにもなります。えー、よくね、日本人が勘違いしてるんですが、アメリカとかね、欧米ではその寄付がめちゃめちゃ多いよと、 日本人よりも寄付たくさんしてるよということを言ってる人がいるんですが、それはね、そもそも大間違いなんですよね。うん。えー、欧米とかね、えー、アメリカというのは、えー、ジョージ・ソロスさんとかね、えー、ビル・ゲイツさんとか、まあそういったそのイルミナティと言われている大富豪の方々がね、えー、財団とかね、まあ NPO とか、まあそういったその、えー、団体をね、立ち上げて、 えー、そこにね、寄付を集めたりすることによって、まあ、うまく、その、節税というのかな。そういうものをしてるだけなんですよ。うん。で、まあ、さらにその寄付から吸い上げてね、えー、まあ、大元のイルミナティに金が集まると。まあ、そういう流れになってますから。えー、欧米人がね、日本人より寄付してると。そういう単純な問題ではないんですね。うん。で、近年ね、それが、 同じように日本でもね、始められてるんですよね。うん、さっき言ったその CIA やイルミナティのね、工作機関の、えー、NPO とかね、一般社団法人、財団法人とかね、えー、そういった財団がどんどん立ち上げられて、えー、寄付をね、どん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 集めて、それが CIA やイルミナティの元に渡ってるということになってるんですね。うん。 えー、なのでね、この NPO とかね、えー、国際 NGO とか、えー、まあ、各種団体ね、そういう団体を見ているし方はね、ちょっと騙されないようにね、本当気をつけてくださいね。うん。まあ、マスメディアはね、大体その取り上げる NPO とかね、団体を、えー、いいことしているような団体というふうにね、取り上げてますけど、まあ、それがね、 えー、間違いということになるんですね。うん、その背後には CIA やイルミナティがいて、えー、あるね、法案を通そうとするときとかね、えー、または何らかの洗脳をしようとするときとかにね、そういった参加の団体を使うということになっております。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。